どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。突然だが、霊夢は友達や親が急に、いなくなったらどうする？急にいなくなったらそれはびっくりするわよ。何か事件に巻き込まれたのかも？って思うかもしれないじゃない。だが、行方がわからないまま長い時間が、過ぎていったら怖くないか？まあ一週間でも怖いと思うけど、急にどうしたのかしら？ちょっと霊夢に聞いてもらいたい話があるんだぜ。その話は謎に包まれた。部分が多い失踪事件なんだが、姿を消してから見つかるまで、およそ35年という長い期間が空いていたんだ。35年、逆によくその間、見つからなかったわね。その失踪事件について霊夢がどう思うか、見解を聞いてみたいんだぜ。一体どんな事件なのかわかりやすく教えてちょうだい。というわけで今回は、斉藤武さん失踪事件、を紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。35年も失踪してたって言うけど、一体どんな人だったのかしら？今回の事件で失踪していたのは、斉藤武さんという男性だ。その斉藤さんは何か事件に巻き込まれるような人だったの？じゃあまずは斉藤さんについて、詳しく見ていくことにするぜ。斉藤さんは、山形県酒田市出身の当時38歳の男性だ。働き盛りのタイミングで失踪してしまったのね。そして失踪した当時の流れなんだが、斉藤さんは19年勤めていた会社を退職しているんだぜ。なんだか退職する年齢的には、早い気がするけれど、そこにも何か理由があるのかしらね。この退職した日を境に斉藤さんの足取りが、追えなくなってしまうんだぜ。退職して会社を出たまま、行方がわからなくなったの。斉藤さんは奥さんとか家族はいなかったのかしら？結婚もしておらず身内と呼べるのは兄と、母方のいとこくらいで、あとは兄の息子兄弟くらいだったみたいだな。じゃあ身内で、トラブルが起きた可能性は低そうね。そして斉藤さんはこの失踪の35年後に、発見されるんだが、この事件には不可解な点が多く見られるんだ。でも見つかったんだから、本人に聞いてみればいいんじゃないかしら？それができたら苦労はしないんだぜ。それってどういうこと？斉藤さんは35年後に発見されたわけだが、発見された時はすでに遺体となっていたんだ。亡くなってしまっていたの。そういうことになるな。突然いなくなって35年後に遺体で、発見されるなんて謎が多すぎるわ。では次からは斉藤さんが失踪してから、遺体発見までの流れを見ていくぜ。特定失踪者問題調査会、という民間の団体は、斉藤さんを特定失踪者として認定したんだ。その特定失踪者っていうのに、認定されるとどうなるのかしら？失踪と一言で言っても、夜逃げや自殺などの可能性も考えられるよな。そうね。というかそれ以外に、失踪する理由ってあるのかしら？失踪者の中には北朝鮮による拉致の可能性を排除できない人がいるんだ。北朝鮮による拉致？確かに拉致されて、いなくなってしまう可能性もあったわ。でもどうやって拉致されたって判断するのかしら？拉致された人も失踪者も行方がわからないのは同じだし、判断のしようがない気がするわ。一応、政府によって正式に拉致されたと、認定されるケースがあるぜ。そうなの？ただ数多くの失踪者がいる中わずか17名しか認定されておらず、実際にはもっと多くの拉致被害者がいるのではないか、と言われているんだ。どうして政府は17名の拉致だけを認めたのかしら？これは厳格な基準があるんだが、例えば確実に北朝鮮にいることが、確認されるといったものがあるな。確認できるならそんな苦労はしないわよ。って感じね。しかし、拉致と認定されていない失踪者の家族からは、やはり拉致であるのではないか？という声が多く上がっているのが現状だ。そこで誕生したのが、特定失踪者問題調査会というわけだぜ。そもそも、警察に届けを出したとしても、事件性がなければ捜査してくれないしな。だからこのような調査会に、依頼をしてくる家族が多く存在するんだぜ。今回の斉藤さんも、政府としては拉致と認定されなかったけど、拉致の可能性があったってことなのね。そういうことなんだぜ。そして2006年には、斉藤さんの同級生らが発起人となり、庄内ブルーリボンの会を立ち上げたんだ。また新しい団体が出てきたわね。どういう団体なのかしら？庄内ブルーリボンの会は斉藤さんを含む拉致された可能性のある人たちの早期救出を目指して署名活動をしているんだ。12人ほどの人数で署名活動を行ったのだが、およそ3ヶ月の間に6000人を超える署名を集めたんだぜ。すごいじゃない。それほど斉藤さんの帰りを心待ちにしてる人が多かったのね。このように署名活動などが行われていたんだが、失踪から35年後の2018年4月に、斉藤さんは遺体となって発見されてしまったぜ。悲しい話よね。遺体ではあるけど発見されたってことは、
拉致ではないってことよね。ああ、そこがこの失踪事件の大きな謎なんだ。というわけで次は、この失踪事件の謎について見ていくぜ。斉藤さんが遺体となって発見されたのは、先ほども話した2018年の4月のことだ。だが、警察の公式発表は2019年の9月と、1年半近くのズレがあったんだぜ。1年半も間が空いてるって何かあったのかしら？しかも亡くなった原因や推定日時、さらには遺留品や発見場所も明かされていないんだ。じゃあ何もわからないまま発見が発表されたってこと？そういうことだぜ。そんなの絶対裏に何かあるに決まってるじゃない。さらには警察庁は、今回の失踪は拉致ではない、という見解だけ発表していてより謎は深まっていったんだ。確かにそれは謎だわ。だって何もないなら、すぐにでも発表すればいいわけだし、何かあるんだったら、なおさら公表するべきじゃないかしら？通常であれば何かわかった、段階で発表してもよかったはずだが、ここまで遅れているということは何か、理由があったと考えるのが自然だろうな。例えばだが何か隠したい出来事が、存在していたからとか、公には言えないことが隠されているとかだな。警察は何もないと言っているけれど、実際には隠したい、何かがあったかもしれないってことなのね。状況から考えればそういうことになるぜ。でも、稀に発表が、遅れちゃうこともあるんじゃない？発表が遅れたという可能性も否定はできないな。仮に斉藤さんの遺体が発見された際に、白骨化していた場合、身元確認に時間がかかる場合はあるぜ。DNA 鑑定とかしなければわからないものね。しかも警察の発表を素直に受け取るなら、遺留品などはなかったんだ。そうした場合遺体の身元確認には、相当な時間がかかるはずだぜ。やっぱり普通に時間がかかっただけじゃないの？だが、そう考えるのも難しい部分があるんだ。え、そうなの？孤独死をした遺体の DNA 鑑定には、1ヶ月から3ヶ月ほどの時間がかかるんだ。長い期間ではあるが、半年もかからないとも言えるよな。斉藤さんの件の発表は遺体発見から1年半だもんね。どんなに DNA 鑑定が長引いても計算が合わないわ。それに加えて、官報には身元不明で、亡くなった人の情報が掲載されているんだ。だが特定失踪者問題調査会が、過去の官報を調べてみても、斉藤さんの特徴と一致するような、遺体の情報はなかったんだぜ。身元不明の情報を載せる官報に、載っていなかったということは、警察は斉藤さんの身元がすでにわかっていたってこと？そういうことになるんだぜ。ますます警察の発表が遅れた理由が気になるわ。じゃあ次は警察の発表が、遅れた理由について考察していくぜ。でもどうして警察発表が遅れたのかしらね。考えられる説はいくつかあるぜ。一つは、失踪前の斉藤さんが何か事情を抱えていたという説だ。事情？斉藤さんにしかわからない人間トラブルがあったり、借金があったりしたのかもしれないぜ。その場合、誰にもバレないように姿を消して、どこかでわからないように、暮らしていた可能性も考えられるよな。世の中広いし事情があって姿を消す人もいるわよね。そして純粋に DNA 鑑定に時間がかかってしまい、身元確認ができるまでの時間を要したのではないか、とも考えられるぜ。でも、警察が発表しない理由にはならなくない？そういう事情なら、発表しても問題ないと思うんだけど。遺族が発表を控えて、欲しいとお願いをした可能性があるぜ。それで、警察は、遺体が発見された、とだけ発表したわけだ。だから一概に身元がすぐに分かったからといって、必ず発表するということもないというわけだぜ。遺族の気持ちが第一なわけだし、それは確かにそうだわ。ここまで言っておいてなんだが、この考察には無理な点があるんだ。遺族が発表を控えるように頼んだ可能性があると話したが、その可能性自体は結構薄いんだ。どうして薄いの？斉藤さんの遺族には兄と母方のいとこと、兄の息子二人がいると説明したよな。しかし、兄と母方のいとこはすでに亡くなっているんだ。残っているのはお兄さんの息子二人だけなのね。ああ、斉藤さんからすると甥に当たる人物だな。その兄弟のうち兄には連絡が行っていないと、判明しているんだ。となると必然的に弟に連絡が、入ったことになるぜ。悲しい消去法だけど、誰かには伝えないといけないもんね。しかし、斉藤さんの甥には、警察に発表を控えてもらおうとする理由が見当たらないんだぜ。直接の親兄弟なら配慮をお願いする。可能性もあるけど甥だもんね。おじさんに事情があったとして、それを組んで発表を控えさせるって、なんだか不自然なようにも思えるわね。だからこの説はちょっと根拠薄弱なんだよな。ただ、これはあくまでも拉致の要素を、除外した考察だぜ。ということで次は斉藤さんが、拉致されていた場合を見ていこう。拉致を隠すため？斉藤さんが拉致されていたのかどうか、
確実な証拠は公表されていないんだ。政府が認定するには、かなりの厳格な理由が必要って言ってたものね。ただ、拉致されていたと考えると、警察の発表が遅れた理由や、発表内容に謎が多いのも、納得できる部分があるんだ。一体どういうことなのかしら ?1983 年に斉藤さんは会社を退職し、そのまま行方がわからなくなったわけだが、このタイミングで北朝鮮の工作員に、拉致されていたと仮定するぜ。この場合、いきなり失踪した。理由としては納得ができるよな?それはそうね。そして拉致される理由はたくさんあるわけだ。例えば戸籍などを奪い、その人になりすますことや、工作員の養成のために利用をするとかだな。普通に暮らしていたのに突然、異国でスパイ活動の、手助けをさせられるって恐ろしいわね。その活動の中で日本へもう一度送り込まれ、同じ日本人を拉致するための、役割を与えられていた可能性もあるんだ。大げさな言い方だけど、同胞を売るような話になってしまうわね。やらないと後が怖いとは思うけどさすがに、日本人としてやりたくない役割だわ。私もそう思うぜ。仮に斉藤さんがそういう目的で日本へ送り込まれたとしたら、命令に反発して逃亡する可能性も否定できないよな。確かにそうね。拉致に加担させられるとかは推測でしかないけど、実際、脱北した国民が殺害されるって、話は見たことあるしありえなくもないわ。だよな。仮にそういう理由で殺害された場合、人気のない建物や、普段人が立ち入ることが難しい場所に位置していく、ということも考えられるぜ。でも斉藤さんは見つかっているわよね?だったら見つかるような、場所に位置されたんじゃないかしら?ああ、見つかっている以上は、誰かしらに発見されているんだが、人気のない建物でも取り壊しをする可能性だってあるぜ。取り壊しに限らず建設関係の作業中に、白骨が見つかるとかよくある話だもんね。ああ、解体業者などが足を踏み入れて、遺体を発見したということも考えられるんだぜ。誰も立ち入らない場所でも、遺体が見つかる可能性は大いにあるわね。それに失踪後すぐに逃げて殺害されていたとしても、たまたま見つかったのが最近というだけかもしれないんだ。白骨化するくらいの時間は空いたんでしょうけど、それが何年であっても不思議じゃないということね。現に発見場所や日時も不明だし、遺留品も発表されていないからな。この可能性を捨て切るには根拠が足りないんだぜ。でもそこまで考察するのならいっそのこと、警察庁に聞いちゃえばいいんじゃないかしら?実際に斉藤さんの同級生が立ち上げた、庄内ブルーリボンの会は、2020年に山形県警本部長に、文書での情報公開を求めたんだ。14の項目についての回答を求めたが、有力な回答は得られていないみたいだな。ますます、何か答えたくない理由があると思ってしまうわね。どうして詳しい発見状況などを発表できないのか?次はその考察を紹介していくぜ。早速考察に入っていきたいところだが、ここで一度流れをおさらいするぜ。1983年に斉藤さんは会社を退職し、そのまま行方不明になったぜ。そして35年後に遺体となって発見されたんだ。でも、発見された際の発表がおかしかったのよね?ああ、発見現場やシーン。遺留品などの細かい情報はなく、ただ国内で発見された、という情報だけ発表されたんだぜ。さらに、発見から発表まで1年半近く、経っているにもかかわらず、その理由についても、特に発表されることはなかったんだ。ここで何か隠してるんじゃないか?って思っちゃうわけよね。他の報道では北朝鮮へ入国した形跡はないとし、拉致された可能性はないと発表されてもいるぜ。どういった基準で入国した形跡がないのか。拉致されてないと判断したのか、その辺も気になるわ。それに加えて遺骨がどうなっているのかも、わかっていないんだ。わからないことだらけじゃない。日本には斉藤さんを、はじめとする失踪者は数多くいて、拉致の可能性を捨てきれない失踪者が、900名ほどいるとされているんだ。だが、実際に拉致されたと認定を受けたのは、わずか17名にとどまっているぜ。どうしてそんなに少ないのかしらね。その理由として警察のメンツが、関係していると考えられるんだ。警察のメンツ?実際に失踪者が捜査対象になるには、事件性が必要なんだ。だが、多くの失踪は事件性がない、と判断されるんだぜ。まあ、失踪すべてを得るほどの、人ではなさそうだもんね。そして今回の斉藤さんのように、遺体として発見されることでようやく警察が動き出すわけだ。仮に斉藤さんが拉致されて殺害されていたとしたら、警察のメンツはどうなると思う?そりゃ丸つぶれだわ。そういうことだ。だから、実際には拉致されたことを、示す証拠があったとしても、何もなかったと発表した可能性があるということだな。それで発見場所や、死因を発表したくなかったのかもしれないのね。
警察はたびたび拉致されたであろう。人たちの捜査で失敗してきたからな。集体を晒すくらいなら、バレないように嘘をついてしまえ。という考えが警察内部で起こっていても、不思議ではないぜ。信じたくはないけど世の中には、警察の不祥事もたくさんあるもんね。あくまで考察だから真実はわからないが、すぐに捜査が行われていれば、助かる命はあったかもしれないんだぜ。斉藤さんもそうだった可能性があるのね。にしても、遺族や協力してくれた友人が、何も知らされないなんて虚しい話だわ。今回の話はどうだった？失踪するって、何かしら理由があるものだと思っていたけど、拉致されたっていう可能性もあったのね。普通に出かけたタイミングで拉致されることも、あるみたいだし恐ろしいぜ。決して許されるものじゃないし遺族や残された人のことを、考えると心が痛むわね。国ももう少し拉致問題に真剣に取り組んで、欲しいと感じたわ。数名は日本に帰ってきているとはいえ、まだ多くの日本人が北朝鮮に、連れて行かれたままかもしれないからな。ずっと不安なまま暮らしていつ帰れるのか、わからないなんて考えたくもないわ。こうやって考えるだけでも辛いんだから、早く解決してほしいわね。そうだな、早く自由にしてあげてほしいんだぜ。というわけで今回は、斉藤武さん失踪事件、について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。